ようございます。今日は3月4日の、8時です。今朝8時、一面曇りに覆ってます。今日は曇りの朝ですね。雨は降ってないです。そして北寄りの風でしょうか、結構強めに吹いてますね。はい、現在9時でございます。曇ってます。特に海側の雲が、少し暗いですね。漕石雲でしょうか、雲が一様になってます。で、床が少し濡れてるんで、先ほど雨でも降ったのかもしれませんね。はい、今10時40分になっちゃいましたね。はい、少し小雨が降ってきました。かなり弱い雨です。小雨ですね。空は一様にさっきと変わらない感じですね。はい、現在11時でございます。さっきの小雨は止みました。現在は少し明るくなってきてます。ただ層積雲でしょうか、ちょっと雲が低い雲覆われてます。海の方も、こんな感じで少し波が高めでしょうか、遠くからなんで分かりづらいですが、こんな感じです。肌寒いですね。12時です。少し雲厚いところありますけど、特に変わりませんね。少し上の方、晴れ間も見えてきたかのように見えます。はい、でも相変わらず風は冷たいです。13時になりました。向こう側見てください、雄大雲でしょうか、横に広がっています。結構大きいもんですよ。上空は天気晴れてきてます。はい、海側にも同じように雄大雲、横に広がる形で発達していると思います。はい、さっきと、ちょっとあれですが、天気が少し良くなってきたという感じです。14時でございます。はい、ちょっと霞ですね。空が霞んでますね。はい、吹雪が飛んで雲の中入っちゃいました。暑い雲に覆われてます。15時ですね。雨は降ってません。ただ雲は全面的に濃い感じです。はい、16時になりました。一様に白い雲が覆っている状態です。雨は降ってないです。海上の方にも少し晴れ間はありますが、低い雲に覆われています。そうでしょうか。現在の時刻は17時でございます。こんな感じです。はい、晴れ間はありますが、全体的に雲が多めですね。北の方はおそらく降水もあるでしょうか。この後どうなるのか注目していきたいと思います。若干道が確認できます。時刻は18時です。霧雨が降ってきましたね。霧雨です。海岸の方も、はい、かなり霞んでますね。霧雨です。あ、ちょっと雨降ってます。17時でございます。雨はやみました。日は暮れてます。空は曇ってますね。今依然曇ってます。